今日はですね、JR 津山線の牧山駅に来ました。岡山駅からだいたいどれぐらいだろうな、20分ぐらいの距離かな。岡山法海院備前原玉菓子で牧山駅となります。料金が240円で、まあ秘境駅、まあ無人駅ですね、なるんですけども、今日はですね、駅からひまわり畑への歩き方、今この牧山駅があります。で下下って橋を渡ればひまわり畑があるということで、今日行ってみようかなと思います。何度かねご紹介したことあるんですけども、この2022年7月入って、このひまわりが咲いてる時期に行くのは初めてです。まあ、去年行ったんですけども、今年は初めてという意味です。でこの潜水橋、沈下橋渡っていきます。あ、大雨の際はこの橋が浸かってしまう橋なんですけども、結構ね前回、まあ、6月ぐらいに1回来たんですけど、その時よりかは水かさが上がってますね。でこの先にねひまわり畑が存在します。
がとうございます。というような感じで今日はお届けいたしました。ただひまわりを見るような感じでございましたけれども、ぜひ実際行ってみてその目で、実物確かめていただきたいなと思います。なんかイベントもやってるそうなので昼間ね、まあ、それに関してもちょっとぜひ調べていただけたらなと思います。まあ、詳しくは概要欄に載せておきます。今日は秋山駅から下に降りたひまわり畑ご案内いたしました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。